なりましたので、予選を3ブロックやって、予選の1位通過はそのまま決勝トーナメント、予選1位通過は決勝トーナメントそのまま進んで、予選の2位通過は敗者復活戦というわけで、敗者復活戦各ブロックの2位通過3名の中1人勝ち上がりという形で、本日第297回イグザードランバトやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、というわけで、まあ、やれるところからやっていくという形ですね。まず第2ブロックの、2試合目になる、中田さんとユキアンさんの試合ですね。ワンピー側がユキアンさんのアクセル、ツーピー側が中田さんのチップ調子いいね、あんた。さあ、というわけでまず第1ラウンドを取っていったのは中田さんのチップ。さあ、第2ラウンド開幕、ワンコン一気に開幕5割弱奪ってから画面足攻める。さあ、画面足から逃がさない。さあ、これで体力の残り1、2割といったところ、空対空。さあ、これ差し返していくか、さあ、カード間に合う。さあ、裏に行ってゲージも使って、さあ、まず中田さんが 2-0 で勝利。さて、ではできそうなとこ、次ここになりますね。1敗で並んだ時は、ラウンド数も重要になってきます。1勝1敗で並んだ時はラウンド数も重要になってきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけで第3ブロックに飛びまして、レイチさんとユウさんの対戦ですね。ワンピーカーがレイチさんのベノム、ツーピーカーがユウさんのソブ。さあ、髪足を押し込んでいく、裏に行って体育、ダウンを奪って攻め込んでいくのはレイチさんのベノム。さあ、攻め込んで固める、通して、さあ、ここでユウさんが、あと、これがスカル。さあ、キャンセルカードが裏に逃げる。手段きついカード、直が。さあ、ガンフレームが当たったが。さあ、弾から、細かくダメージを刻んでいく。残り1割。さあ、これはめくりになる。固めるダストが通って、ここはバースト、通して。さあ、頭きっちりガード、つながろ。さあ、簡単。さあ、ダッシュ武器らが通って、さあ、バスもないので、ピッチワンコツライで画面足を縮め、カンフリキャンセルカードがデッドアングル。さあ、ギリギリのところでしたが、まず第1ラウンドを取っていったのはレイジさんのベノム。さあ、続いてジャンハイカウンターから、さあ、オリビアジャンキー、そして、さっきダウン、バースキッチリガードしている。さあ、これがカウンター、対空。弾出しながら、さあ、両者、カウンターだが、のけぞっている。さあ、一気にダメージを奪っていくのは、レイチさんのベノム。潰しながら。さあ、お互い、はい、打つから、さあ、画面足を押し込んでいこうとする、イエスさんの。それだが、さあ、キャンセルだが、上から。中段から厳しい、つなぎ切って勝ったのはレイチさんが 2-0。 君のノークションは分かっている。さあ、それではですね、どこかを、オペが必要です。さあ、続いて第3試合目は第1ブロックに戻りまして、デフレさんとハマさんの対戦。ワンピー側がハマさんのミディア、ツーピー側デフレさんのファースト。さあ、開幕一気に体力4枚奪っているのはデフレさんのファースト。さあ、ここでハマさんが差し返してからだったが、ここで投げたのはデフレさんのファースト。下段重ね投げながら刻んでいく。さあ、ここはダッシュで距離を離す。さあ、攻め込んでいくハマさんのミディア。さあ、これはキッチ拾って、ここで体力逆転、ここはバストを通す。さあ、キャンセル、
さあ、体力5分増強。立ち手から、キッチリつないで。さあ、これは、オイルに、転化して。最後は、ツーダウン。さあ、まずは、デイフデさんのファースト。大ちゃんの取っていく。続いて、第4ぞ。カウンター。カウンター。さあ固めていこうとする。高め足。はい、投げつつ、オリがジャンハイスだ。さあ、ここはきっちり拾って。オキジメ、ツーダガード。さあ、ここで投げたな、デフレストのファースト、画面足、押し込んで。固めればきっちりガードしきって。さあ、ダウンハイで止めていく。さあ、ドットの状況をきっちり持っていく。デフレストのファーストが 2-0。 次の患者が待ってるのでな。さあ、というわけで敗者復活、まあ敗者復活からでも全然優勝のチャンスはございます。さあ、というわけで第2ブロックに戻りまして、さあ、開幕投手いったな。コウチャンさんのソルダが、さあ、ここはバーストを使って差し返す。さあ、ダウンを奪っていくコウチャンさんのソル。表中段ガード。さあ、画面足を押し込んで、ホームに当たってキッチリ拾っていく。さあ、ボルカで締めて画面足。さあ、マイピーカウンター、キッチリ拾って、ドット残る。さあ、しかしオリは、さあ、まず第1ラウンド取っていたのはこちら3のソル。さあ、カウンフリカウンターから攻める。さあ、リバーサル投げ。さあ、ブリンガー拾いきれない。さあ、これ裏回ったところ差し込んでいたのはこちら3のソル。さらに、スカッシュゲーダウンから、ピッチルグランドバイパーまで繋いで画面足を攻め出すと、ここはバースト。ガード。さあ、ここは潰して。さあ、無理はしない。距離が離れる。あっと。タッチピーダッシュでくぐって。さあ、これはガンフレームカウンターから。勝ったのはコロちゃんさんのソル。ではいます。さあ、というわけで第2ブロックの 1-2 決定戦、 1P がコロちゃんさんのソル、 2P 側が長田さんのチップ。さあ、確認した。あ、画面足まで押し込んでいく。さあ、裏回ったところ、合計から攻め込んでいくが、ガードが硬い。さあ、で差し込んでいったが、足払いで上がれて、ここはキャンセルから持っていこうとしたところはバーストと、しかし、さあ、ここでブッキラ通して、最近体力の残り1割弱。さあ、ベータでとりあえず切り返しながら距離を離す。さあ、取っていく。キャンセルからきっちり。さあ、まず第1ハンドを取っていたのはコロちゃんさんのソル。ガード。さあ、これで慌てている。さらに大きめ武器だ。最近体力残り4割。裏からボルカ、ここはバスを落として距離を離して、さあ、ジャンピー空中画面足を押し込んでから武器だ。さあ、落としてしまうが、投げから勝ったな、コロちゃんさんのソル。第2ブロック1位通過、コロちゃんさんのソル2位通過が中原さんのチップとなります。
Heaven or Hell Duel 1さあ、それではワンピー側がハマさんのミリア、そしてツーピー側がユウスケチンさんのチップ。さあ投げて表中段からここはバースを使っていく。さあ空投げ切り切り対決している。さあ攻め込んでいくユウスケチンさんのチップ、これが通って残る。さあここから投げて置き攻め押し込んでいく。さあこれバースト通してドット状況、これは上に逃げていくがきっちりゴーピー。さあまず第1ラウンド取っていったのはユウスケさんのチップ、表通して、さあきっちりガード、さあこれスカってしまうが発生から高速に差し込んでいく。さあ、キチ拾っていく。しっかり追いついて。さあ、しかし、おにぎは、中段が通って。さあ、再び距離が離れる。画面足同士。近づいていく。打ち落として。さあ、足払い、キャンセルから。おっと、コーンミス。あっと、これは、痛いカウンター。さあ、もう一回。さあ近づいていく、ここはバースト。さあジャンピック対空だったが、おにぎわからきっちり勝ったな、ユウスケチンさんのチップ2-0。それではユウスケチンさんとデフレさんの試合を。街頭演説には間に合ったな、チップウィンストレイト。バウンバーサスチップ、 Get ready to run。 おーっておさあ、それでは第1ブロックの1位に決定戦、勝ったら1位負けると2位。さあ1ピーがデフレさんのファースト、そして2ピーがユウスケチンさんのチップ。さあ開幕体力リードしていくのはデフレさんのファースト。さあしかしここでダウンを奪って表中段ガード固めていく。さあしかしガードが硬い、足払い深め足。さあこれがめくれて起き締め、さあガードからだが駒投げ、さあ一体力まくっていく、6回きっちりガード、しかし2回出しカウンターから起き締め。さあガーキャンスカブがキンパー去っていく。ガーキャンレッドアングルから、さあこれ表になる。さあシャガッピーの姿勢が低い。さあ6回最後エンス。さあまず第1ラウンド取っていたのはデフレさんのファースト。さあドリルカウンター痛いのが入る。さあここはきっちり暴れて、さあ画面足を押し込んでいきたかった、投げたのはデフレさんのファースト。さあ裏から、さあさらにもう一回入れ替わる。さあ外れる。残って奥攻め、さあベータ、さあしかしドリル勝ったのはデフレさんのファースト。さあ配布あと第3ブロックケラコさんが来て、その後に試合やった後にまた配布やりますが、まずは1試合チップ同キャラ。さあ配布3人中勝ち上がれるのは1人のみとなっております。そしてこのタイミングでケラコさんがお越しになりました。さあチップ同キャラ、1P が長野さんのチップ、 2P がユウスケチンさんのチップ。さあ体力リードは 2P がユウスケさんのチップ、ノーマルカラーだが、さあしかし長野さんがさらに2コンボ差に置き攻め通って体力5分状況。さあこれ通していったのは 1P が長野さん刻んでいく、残って手段。さあしかし最後はベータ、さあまず第3ラウンド取っていたのは中田さんのチップ。
さあお互い入れ替わりながらクーリーカウンター、これは拾いきれないが、さあ攻め込んでいく長田さんのチップ、さあこれで通していった、一気に体力奪って、さらにこれが通る、体力残り1番状況、さあしかしユンスケスチンさんもさすがですね、一気に体力ゴール強奪って近づいていく、ガードさあキャンセルからキーチリゲージを使って勝ったのは中田さんが 2-0。 それでは、第3ブロックやっていきたいと思います。最初けだこさんとゆうさん、さあというわけで第3ブロックに戻りまして、ピガーはケダコさんのメイツ、ピガーはユウさんのソブ、さあガード、さあ差し込んでいくユウさんのソブ、最近体力まくって画面足だがマイピー体力、さあここはキチリン差し返す、痛いのが入る、これがピヨってしまう、6ハイカー流す、さあバースト、さあしかしこれはライトがキチタイク、まずはケナコさんのメイ、第1ラウンド取っていく、相打ち攻め込む、しかしチョークがケタイク、もう一回さらに拾ってワンコン入れてから画面足奥攻め、ガード、さあしかしオーバーヘッドキス、これ落ちてしまうが、さあ体育裏から下段、さあ暴れているがきっちりガード、あとプチラダがこれは取らず、さらにイルカが置いてあるキャンセルして、ドットラがくじ、さあまだ分からない、さあ攻め込んでいく、ダストが通って悲しい、しかし最後クーナギ勝ったのはケダコさんが 2-0。 それではケダコさんとレイチさんの試合をやりたいと思います。さあというわけで第3ブロックの1位2位決定戦、さあこれで攻め込んでいくケダコさんのメイ、さあ足払い暴れている、奥攻め表ガード、さあ細かくダメージを刻んでいく、しかし上から攻めるケダコさんのメイ、ガード、さあキッズガード、さあ通していくバースト通って体力リーダーレイジさんのベノブだが、さあ攻め込む、さあこれが通って、さあしかし横指が繋がらない、横指から潰せ下げながら、さあ繋がっ、さあ一気攻め込もうとしたところだったが、ケダコさんの目が投げていく、さあ第1ラウンド取っていたのはケダコさんの目、続いて第2ラウンド、さあ球を出しながらだったが足払い置いていく、さあ痛いのが入る、一気に画面足、さあ上に逃げながら差し返していくレイチさんのベノム、さあ下2発目の球からワンコンつないでダウンを奪って画面足を沈め、さあ投げて裏からオーバーヘッドキス、さあキャンセル、きっちりバータイ、さあしかしちょっと体力たっと残る、これを離せ、対空からきっちりダウンを奪う、さあきっちりタイミングずらしながらだが、さあこれでキラコさんもバーストを使って、裏これはスカルが、さあ差し込んでいくレイサーのベノム、
さあ攻め込んで投げが飛ぶ。さあレイさんが取り返せ、11。さあ打ち落とせ。さあ一気に画面足固める。さあ行く、きっちり。さあこれは途中でつながっていないが、さあツーダウン、ダウンを奪って、さあ裏ツーダウンが飛ぶ。さあ一気に体力追いついていく。ネットワークで球を避けながら、さあしかし画面足押し込んで、キガード、さあこれは簡単。さあ上からしかし下で、さあここ取っていったのはレイスさんのベノム。それでは、連戦ですが、ケダコさん。さあ、敗者復活になります。敗者復活2試合目になります。さあ、ケダコさんとしては3連戦にはなりましたが。さあ、開幕一気に痛いのを入れていく。一気に7割奪って。さあ残り1割、亀梨の攻めが続く。空投げ、さあこれクーリーカウンターからワンコ入れる、キャンセルで近づいていったが、さあオリビア、さあまずはケラコさんが第1ラウンドを取っていく。さあ続いて第2ラウンド、さあワンコ入れていく。長田さんのチップ、対空カウンター、さあきっちりダメージを奪っていく。体力一気に6割奪って、さあ1回距離を離していく。長田さんチップ、めくりきっちりガードしている。さあガンダスだが相打ちダウンを奪ったのはケダコさんのみ。さあこれ、さあダッシュ投げ、さあ置いてある。持続が長い、了解使う、距離が離れて、さあ空中出すから差し込んでいく。相打ちカウンターから拾っていくが、ここはバスト。さあ裏になって、最後は中段からきっちりつないで取り返せ、いじいじ。さあダウンを奪う、相打ち6敗、カウンターからきっちり拾っていく。最近体力の残り2割といったところ、まだ高い、する人、さあオリア中段通って、これはアイス、しかしダメージがかなり痛い。さしながらだがクーディーカウンターから拾っていく。さあ体力まだ残る、簡単オリア倒してキャンセル、表裏線回って、さあ覚えときストーンしていく、落ちるが、さあここ決めていったのは中原さんのチップ攻略通りなのチップウィン。バウンバーサスチップ、ゲットレディトゥーHeaven or hell. Do it. というわけで第297回ギルティーギアエクザートランキングバトル、本日の決勝トーナメント準決勝の第1試合、ワンピーがデフレさんのファースト、ツーピーが中原さんのチップ。さあここはバーストピッチでガード、体力一気に5割奪っていく中原さんのチップ。さあブラックホールからターンを変えていく、デフレさんファーストだが、さあここは裏、さあ戻ってから中段はガード、レジューガード、さあクーディーがカウンター、体力細かく追いついてくる。さあが入ったカウンターだが、これはバースト通らず、
耐えて息も上げていく。休み。さあ、6、ピースカルが投げて、キャンセルから、きっちり。さあ、まず大チャンスを取っていたのは中原さんのチップ。ラスト。ちょっと。一人さあ、相投げてからのツーランが通る。一気に体力の残り、2割弱。さあ、画面足、ワンコン通って。体力ドット増強。さあ、しかし最後は、アンハイスラック体育。さあ、というわけで準決勝の第2試合、ワンピーガーコーサーさんのソル、セーピーガーレイさんのベノム。さあ、ブリンガーカウンター。さあ、さらに置き攻め下段、うん、さあ、しかしオリガー通して置き攻め表だが、さあ、空中ダッシュからのツーラン、置き攻め画面足を押し込んでいく。休み。ダンケー。オッケー。さあ、裏から最後追いついて、さあ、これはデッドアングル。体育置き攻め、ガーキャンがデッドアングルガードから、さあ、キーキー、つなぎきって、まず第3ラウンド取っていたのは、レイジさんのベノム。続いて、第2ラウンド。さあ、開幕、ハイサー。さあ、裏に行く。ダウンを奪って、ゲーダウン、通ったところにバースト通して、グリンガ。さあ、攻め込んでいく。さあ、攻め込んでいく。さあ、ぶっきらからワンコン。さあ、一気に体力残り1割弱。画面足だったが、投げたのはレイスさんのベノム。さあ、ダウンを奪ってから、さあ、これ距離を離して、さあ、弾をかいくぐって攻め込んでいく。あった、さあ、スカッたところだったが、ぶっきらからきっちり決めて、これでこのチャンスも取り返して、1-1。さあ、スカッたところはダッシュから下段倒して、ダウンを奪っていく。画面足を押し込んでいく。ダッシュボールか。さあ、これはバースト。さあ、空中ボールか。さあ、しかしここは体育、これを離せ。おっと、これは使ったところに差し込んでいく。このサーサーのストール、さらに空投げ。さあ、しかしここでレイさんも投げ返して、キティへつないで、おっと、ダウンは取れない。バルカー使う。さあ、中田キティガード、ガンフレから画面攻め込んでいくか。武器を使ったところに追い際通して、ドット。さあ、あと、さあ、最後は空対空だったが、勝ったのはレイチさんのベノム。それでは、コロちゃんさんと中原さんで3位決定戦をやります。さあ、というわけで第297回キルティガイガードランキングバトル3位決定戦、ワンピーガーコロちゃんさんのソル、ツーピーガー中原さんのチップ。さあ、開幕ダウンを奪ったのはコロちゃんさんのソルだが、さあ、ここで中原さんが差し返して、ワンコン通すガード。さあ、ジャンピークタイプで潰していく。さあ、これグランドバイパー通ったところだったが、バースト。さあ、ジャンケーからだが、さあ、攻め込む、ダウンを奪って、さあ、これ投げ返す。さあ、表下段、
ました。体力的には長さ10分から9時カウンター置き攻めシットアングルガードから高橋さんバースを使っていく。さあレッドアングルあった。さあダストから画面足置き攻めツーラン、まだ生きてる、めくって武器だ。さあギリギリのところでしたが第1ラウンドを取っていたのはコロちゃんさんのソル。続いて第2ラウンド残機だったが、さあ着地に対して投げたのは中田さんのチップ。さあワンコン通して中段ガード、さあ球が届かず、さあ裏に行ったところ投げた中原さん、さあクーディーカウンターから拾っていく。ダウンを奪って画面足タッチケースかしながらだったが、さあボルカ通して裏からさあガードシルガードしてエース、アルシ。さあこれ体力残り1割弱だが、さあここで通していったのはこの笹のソル。さあこれは通して、さあ歩き投げ取り返していい位置。カバースト。さあこれきっちりガード、あとまだ。さあ攻め込むでいいか、上に逃げる。さあこれが通るか、端末。さあ空中出して、高さが噛み合って、さあこれ体力残り1割、攻め込むこのチャンスを取る。ゲダウンダッシュブッキラ。さあこれが決まるというわけで、3位がこのチャンスさん、4位が長原さんとなります。スロー01さんとエーデフさあというわけで第297回 TT ギャルグザードランキングバトル本日の決勝戦、ワンピーガーデオリスさんのファースト、ツーピーガーレイチさんのベノム。さあ開幕攻め込んでいくのはデオリスさんのファースト。さあ画面足を押し込んでいく。さあこれはキッチリガード、ドリル球が当たる。さあ打ち落としてドリル、さあこれはクーディーで降りてくる。距離を離して、離してロガイバード、さあ口出して差し込んでいったが単発。さあこれ大空置き締めバード、2段目ツラン。さあこれでででさあ画面カウンターからキーチルワンコつないで画面足爆弾利用しながらキャンセルからめった、スプーダンダンパス、まだ残る、ハマガード。さあ、ジャンピーから、きっちりつないで。さあ、第3ラウンド取っていったのは、デジェスさんのファースト。第2ラウンド。さあ、直後から、ダウンを奪う、置き攻め、表裏迫っていく。しかし、きっちりガード。潰して、どれか、そこか、しかし、シャラッピーで、相手のガスを潰していく。さあ、ここで空投げ取っていくレイスさんのベノム。玉で愛を潰しながらだが、空でいい、さあ、亀足、追い込んでいくレイスさんのファースト。で、段卓だったが、キチガード、ドリル、ガード。さあ、まあ、さあ、潰して。ドリル置き攻め相投げ、さあこれがどうぞか、サフォーバーストキャンセル、クー投げ。さあしかしまだワンコン入れればといった状況のレイスのベノム。さあしかし的を絞らせない、レイスのファースト。
さあ、このままくるダメージも刻まれていく。入れ替えて、キスガード、休み、攻め込んでいく、再び画面足。さあ、これはガード、あっと、さあ、まだ残って、さあ、しかし、ジャンハイガードからきっちり勝ったのはデフネさんのファースト。